許します。小屋広志君。小屋広志君。それではね、早速質問をさせていただきたいと思います。今通告の通りですと、沖縄、県の総合運動公園、これの前からやってますけども、競技用プールについてを質問させてください。現在今どうなってますか。土木建築部長島袋義明君。はい、お答えいたします。まず室内競技用のプールの温水を維持するボイラーについて不具合があるため、今後改修を行い、競技用プールの適切な維持管理に努めてまいる予定でございます。小屋広志君。このプールはいつまで使えなくなるの。休憩いたします。休憩中にどうぞ。いつまで、いつから使えるようになるの。再開いたします。土木建築部長島袋義明君。はい、ボイラーにつきましては次年度早々に、予算化して修繕を行う予定でございまして、来年の冬季大会、そういったものの練習に合わせて修繕を行う予定でございます。広志君。県内にね、温水プールって皆さんが管理する中ではいくつあるんですか。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長島袋義明君。現在我々が県が管理する温水プールの競技用に関しましては、沖縄県総合運動公園の25メータープールの一箇所となっております。小屋広志君。これね、去年から質問をしてるんですよ、ね、皆さんはね、知事が言ってるように誰一人も取り残さないでって、これだけの水泳人口、去年のね、コロナ禍で水泳の競技ができてない。で、今年やろうとしたら、子どもたちは楽しみにしていた。ところが、温水プールは壊れる。35年ですか、もうこれ作ってから。去年もこの質問をしましたよ。これ本当にどうするの。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長島袋義明君。はい、現在長寿命化計画に基づきまして、維持修繕工事を、優先順位をつけて行っているところでございます。大規模な改修等に関しましては、やはり、水泳連盟ですとか関係者の意見も伺いながら、やはり費用対効果という面もございますので、大規模改修等につきましては今後検討といいますか対応していく予定でございます。小屋広志君。今ね、中部では中止になって、このお母さんは女村なんだけども、僕まだお会いしたことないけども、署名活動が始まってますよ。こんな状況ですよ。大野山はいつから修理に入るの。休憩いたします。大野山競技場はいつから修理に入るの。改修に入るの。使えなくなるでしょ。再開いたします。文化観光スポーツ部長宮城嗣義君。はい、大野山にもですね、水泳プールが設置されておりまして、25メートルコース、50メートルコース、飛び込み用の3箇所となっております。ここにつきましては、平成22年の千代島総体に向けて整備されておりまして、平成22年からに竣工していて、今、順次稼働している状況です。小屋広志君。手元に届いている水泳連盟からの資料では、大野山は11月から4月までタイルの張り替えで使えないって書いてるけども、違うの。文化観光スポーツ部長宮城嗣義君。
はい、大野山水泳プールにつきましても、長寿命化対策を施しながら、維持管理を行っている状況でありまして、令和3年度の整備としましては、照明の LED 化、それからプール床面のタイルの修繕を実施する予定となっています。小林宏君。これね、前にも一般質問してるんだけど、その県層のプールは1000万程度で、業者が見積もっても、1000万程度では回収ができるとされてた、去年ね、去年の一般質問の中でだよ。で、このままでいいのかどうかっていうのは、一体公共工事の優先度っていうのは何なの、それにちょっとお答えてもらえませんか。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長島袋義明君。今ボイラー等の修繕に向けてですね、今その予算のかかる予算につきましても精査を行っているところでございますけど、やはり2000万以上かかるというところでございます。まずは維持修繕というところでですね、ボイラーあるいはタイル飛び込み台等、そういったところをまず修繕した後に今後の大規模な改修についても検討していくべきだと考えております。前宏君。もうこれ以上言いません。いいですか、今度の県層のプールは公認が今年で切れるんですよ。来年から公認じゃない。なぜかというとスタート台の台も全部違ってるんだよね、今の部分とは。これね、本当に皆さんはスポーツの中で小さい人口かもしれないけども、これを楽しみにしていた子どもたち、毎日のように民間のプールで泳いできた子どもたちで、この大会は今どこでやるかって言ったら県情けないけども、これ民間の水泳プールを借りて大会やるんだそうだよ。こんなことがあっていいの。そこはね、もう一回考え直してください。もし補正でできるんだったら補正で頑張って、どうですか知事、やるつもりはないですか。知事、玉城デニー君。はい、公共用の施設につきましては、長寿命化対策の点検、それから、県民の需要、さらには費用対効果などなど、その項目に折り合わせて、そのスケジュールを組んでいると思いますが、私も、その内容については再点検してみたいと思います。前宏君。確かにスケジュールを組んでやってるんだろうけど、壊れてるんですよ。スケジュールないんだよ、壊れるのは。少し考えてないとダメだと思いますよ。2番目、世界自然遺産登録について、北部山村、の、下水道事業がね、見てると、とてもじゃないけど、復旧状況が悪い。これはどうなってるのか、ちょっと説明いただけませんか。環境部長、松田悟君。お答えします。北部山村では、下水道を利用する方が247人で 2.6%、 農業用集落排水施設が76人で 0.8%、 合併浄化槽が約2800人で 29.5%、 単独浄化槽が約6000人で 63%、 汲み取りが300人で 3.2% となっております。小林宏君。この現状をどう考えるんですか。休憩いたします。再開いたします。環境部長松田悟君。現在県では平成28年度に策定しました美ら水プランに基づきまして、環境部局、環境部、それから土木建築部、農林水産部等がそれぞれの補助制度等を活用しまして、排水処理設備の導入促進に取り組んでいるところでございます。小林宏君。
国頭村がね、単独 の、 あの処理施設、単独処理の浄化槽で 72%、3% で、大宜味が、47% かな、うん、で、東村が 68%。これね、あの都会ではね、考えられない数字ですよ。合併処理でもない、単独処理だよ。この状況をそのまま放っとくのか、これは前にも僕は質問したんだけど、計画ではどうなってるんですか。環境部長、松田聡君。はい、平成28年度に策定しました計画に、よりますと、令和7年度時点で、国頭村の合併浄化槽が、補助を受けた、補助を受けて設置するものが625基、それから個人設置が398基ということで、合計約 24% 程度、それから大宜味村が補助を受けて設置しますのが683、個人設置型が707で、合計で約 52% 程度、それから東村が補助を受けて設置するものが310基、それから個人設置型が326基ということで、合計で 41% 程度ということになっております。小谷博史君。農林水産部ね、これ農業集落の排水施設の事業があるでしょ。これ国頭と大宜味はゼロなんだよ。そこをどうするかっていうのはもう一回考え直すべきだと思います。これ以上はやりません。世界自然遺産の登録の計画があるかっていうことなんだけど、僕はこの世界遺産登録をして後ずっと見てますけども、なんかね、登録されるのが目標だったようにしか思えないわけ。これは北部のあの自然を守るために、西表の自然を守るために、それを世界遺産登録をして世界に見てもらおうという事業ですよね。これはスタートですよ。ところがね、今のこの機運ではね、これゴールになってる。どう思いますか、知事は。環境部長、松田聡君。はい、お答えします。世界自然遺産に登録された沖縄島北部につきましては、自然環境、生物多様性を保全するための計画である沖縄島北部行動計画と、観光等による地域振興、オーバーツーリズムを回避するための計画である沖縄島北部における持続的観光マスタープランを作成しているところでございまして、現在両計画に基づいて、対策を推進しているところでございます。はい、よろしく。これね、皆さんね、これまで全庁的に県庁のほとんどの部長が集まって、この世界遺産をどうするかっていうことの会議をやったことがあるんであれば、それを教えてください。休憩いたします。再開いたします。環境部長、松田聡君。はい、お答えします。登録以前に登録に向けて全庁的に取り組むということで、連絡会議を開催すべく準備をしていたところですけれども、コロナ等の影響もありまして、開催は今できておりません。しかしながら今後、登録後の地域の振興と、それから自然環境の保全の両立を図るため、関係部局の連絡会議を開催したいというふうに考えております。はい、よろしく。だからゴールって言うんだよ。登録はいつでしたか。環境部長、松田聡君。はい、今年度の7月の26日でございます。はい、よろしく。これをね、もうすぐ登録すると同時に一回集まって、本来は農林水産の部分から、あるいは土木の部分から、環境の部分から、観光の部分から、
すべて全部集まって全庁的にこの世界遺産登録というのは世界全体の問題なんだから、そこを保護しなければいけないんだから、そのことを真剣に考えるんであればすぐにでもやらなければいけなかったと僕は思いますよ。それで今現在そこは林道が封鎖されてますね。この封鎖は今後どうするんですか。環境部長松田悟君。はい、ヤンバルの森では夜間に林道や森林内にトラップが仕掛けられ、ヤンバルテナガコガネや野生のランなどの希少な野生動植物の密猟搭載が行われております。そのため県では令和元年度から国や地元と共同して林道の夜間通行止め実証実験を行っており、今年度も8月27日から10月22日までの間、夕方7時から明け方5時の時間帯について通行止めを行っております。今年度が実証実験の終了の年度でありまして、実証実験終了後地元で連携して通行止めの効果を検証し、その結果を踏まえまして今後の対策を検討を実施してまいります。小林君。これはね、私は宜野湾の選手ではあるけども県議会議員ですから、沖縄県全体見なければいけないという立場に立っていると僕は思っている。ところがだよ、沖縄全体で148万人とは言われてるけども、そこまでいかないにしても、普通にあの実態が世界自然遺産になって、あの閉鎖されてる実態を見た者がどれだけいるんですか。私はね、あなた方がね、環境部がね、こんなのこそテレビコマーシャルを売ってでも、僕は実態をみんなに流すべきだと思いますよ。これ、地元の人たちが頑張って、そこを保護してる。こんなことがあってはならない。世界自然遺産なんだよ。皆さんが望んだ。それどうするの今後。環境部長松田悟君。通行止めの実証実験につきましては、地元への地元市町村との調整、国との調整、それから今年度はコロナの関係でできませんでしたけれども、地元への説明、それから新聞広告、ラジオ広告、ポスター配布等を行いまして、周知に努めているところでございます。また地元でボランティアで密漁防止活動をやられている方々もいらっしゃるということは承知しておりますので、そのような方々もとの連携も含めて、今後、密漁防止対策を強化していくことについて、推進してまいりたいと考えております。広志君。僕はね、この実態はね、知事も見たことないと思う、副知事もそうだと思う、ほとんどのそこに座っている皆さんがあれは見たことないと思う。この世界自然遺産に登録されて、沖縄の世界自然遺産はすごいよねと言って、ここにいらっしゃる観光の皆さん、県内の皆さん、コロナ禍とは言ってもたくさんいるんですよ。車から出なければいいでしょ、家族だけだから。そういう形でドライブをしながら、あの辺でね、たくさん行ってる。これをコロナのせいにして、遅れてきましたなんて話にならない。この世界自然遺産の教育の問題で、局長、これ皆さん学校で扱ったことある？世界自然遺産を。休憩とします。再開いたします。教育長金城博正君。はい、お答えいたします。小中学校でどういう形でやられているか、ちょっと把握はしてないところでございます。当然ながら、自然遺産に指定されるということでですね、SDGs の観点も含めて、それなりに、なんていいますかね、沖縄でこういう動きがあるということは伝えているのかなと思います。参考までに、やんばるには、辺土名高校、環境がありますけど、それの再編等をですね、今考えているところでございます。以上でございます。小林君。教育長ね、これは子どもたちに全部に知らせるべきですよ。各学校で臨時の授業を1年に1回ぐらいはやるべきだと。これね、本土の人よりも沖縄の人が知らない。あそこにどういう生物がいるのかもわからない。これね、沖縄県なんだよ、我々が暮らしているところなんだよ。それを子どもたちに皆さんが教えないでどうするの。本当真剣に考えてみたらどうですか。
教育長、金城博正君。はい、やはりの世界自然遺産、登録はですね、大きなことだというふうに思っています。まあ、県としては県教育委員会としましては、そういったところも含めてですね、しっかり市町村教育委員会とも連携を取りながら、どういうふうなことがですね、できるか考えていきたいと思います。以上でございます。小林宏君。すでにね、世界遺産登録される前から、国頭村は小学校でこの授業を専門家を呼んでやってますよ。ね、国頭だからやってるんじゃない。沖縄県だからやらなければいけない。日本だけの問題じゃない、世界の問題だから。そこはよく考えてください。で、ちょっとね、順序を変えます。我が党のね、代表質問から先にさせてください。中村家治議員のね、代表質問、米軍基地問題について、そこの米軍普天間飛行場の早期移設問題についてなんですが、この件、前段はね、中村家治議員もやりましたし、島黒大議員もやりました。ですから、そこまでのことは、もう前段は省きます。そもそもこの7月6日に裁判で敗訴した件は、国に許可をするんですね。それまでの間、7月の28日かな、まで、許可を延ばすんです。これはなぜですか。休憩いたします。再開いたします。農林水産部長、崎原守光君。関与取り消し訴訟の最高裁判決を受けて、判決内容を精査するとともに、サンゴ類の生産率をできる限り高めるための方策を検討していた結果、7月28日の許可処分となったものであります。小林宏君。部長にも限界があると思うから、もう昨日ね、島袋大議員のおかげで、昨日1時間ぐらいしか寝てなくてですね、YouTube を3回ぐらい見ましたよ、これ、答弁、やり取りを。そしたらこれね、7月っていうのは、30度まで水温上がらないんだね。ということは、7月6日に敗訴が決定して、毎週間ないぐらいで、もし許可が出てるのであれば、そうであれば、僕は7月中にできたんじゃないかと思ってるんですよ。これね、水温の調整があるんで、年平均がありますよ。ここの中で出てる、皆さんは高水温だとか、もしくは台風があって言うんだけど、9月に台風が来て、何回台風来てるんですか、9月に。今も今、伊豆に向かってるんでしょ、台風は。こういう状況下で台風を高温だから8月はダメ、9月やったらいい、9月は。今度は皆さんの答弁では、9月でもし期間を変更するんだったら変更してくれ、その申請が届くんだったら、申請を変更してもよかったんだけども、昨日だったか、いつだったか答弁してるんだけども、本当に申請したらそのまま延期しましたか。防衛局がそれを皆さんに不信感持ってるから、どうせ延期申請をしたって認めないだろうというふうに不信感持ってるんだよ、もう。そこまでのことになってるんだ、これは。もう行政対行政の冷静な話し合いでもない。7月6日から敗訴して、1週間以内に防衛局と話を詰めておけば、できたはずなんだ。このサンゴの移植がもし定着しなかったら、誰の責任かって、県ですよ、これは、明らかに。違いますか。休憩いたします。再開いたします。農林水産部長、崎原守光君。まあ、先ほどありました、変更申請がされれば速やかにしたかどうかからもお答えしておきたいんですが、今回の許可処分については、関与取引訴訟における司法の最終判断に従い、同判決で示されたサンゴの生産率をできる限り高めるという目的で達成するため、条件をして許可したものであります。
仮定の質問ではありますけれども、県が付した条件を守るために変更申請が行われたのであれば、まあ、県としても、まあ、当然許可を前提に速やかに審査を行うべきものと理解しております。小林宏君。いや、あのね、部長ね、限界だ。知事がね、やれって言ったらあなた方やらずらえない。僕はあなたに対してそんなことを言ってるわけじゃないよ。じゃあね、28日に許可して29日に着手したときに、その時の水温っていくらだったの？休憩いたします。俺に聞いたって分からなくなるよ。サンゴは表面じゃない。再開いたします。農林水産部長、崎原森光君。県が令和 3年7月30日に本県各申請にかかるサンゴ類の移植先の SI および S5 の表層水温を計測したところ、 SI の平均水温は 28.4 度、S5 の平均水温は 29.0 度であった、はい、ということでございます。小林君、何度からはダメなんですか？休憩いたします。再開いたします。農林水産部長、崎原森光君。一般的には海水温が30度を超えるとサンゴ類に白化が生じる恐れがあるとされています。まして今回の移植対象サンゴの種類は16か57属に、および緑種類などの高水温に弱いサンゴ類も含まれていることから、具体的な海水温の基準を示すことは少し困難であるというふうにちょっと考えております。小林君、皆さんが竹富航路の話もしていましたでしょ。第二滑走路の問題もあった。その時の定着率でどれぐらいあったんですか？休憩いたします。
確認。農林水産部長席。竹富航路の何でしょうか。この間議論したところは竹富航路にかかる何か移植があったんでしょ。はいはいはい、それの話で、そこと第二滑走路も移植したんでしょ。そこの生産率、生産率、あ、生き残ってる率のことよろしいでしょうか。そう、ちょっとお待ちください。開会いたします。農林水産部長崎原森光君。県では環境保全措置を目的とした大規模な産業移植の事例として、那覇空港滑走路増設事業および竹富南航路整備事業について、産後の際を許可してきたところでありますけれども、夏場の降水温期や台風襲来時期に移植が実施され、その後の結果を確認したところ、降水温による発火や台風の影響により生産率が低下するという事例が見られたところであります。休憩いたします。定着率はいくらかって聞いてるんだ。その話は3回ぐらい聞いたけど。再開いたします。農林水産部長崎原森光君。竹富南航路事業は航路整備事業の移植産後については、平成26年の8月から9月にかけて移植をした3196群体があり、これらについては移設を行った2地点では移設後1ヶ月に軽度の発火が確認されると、群体移植が実施した時期は平成26年8月から9月であり、下記の降水温期に相当した移設先では移植産後と季節産後ともに発火現象が見られ、下記の30から31度を超える降水温が影響した可能性が考えられるということでなっております。休憩。生産率マイク切れてる。生産率の具体的な数値等については今現在ちょっと今申し訳ないんですが、ちょっと何回も聞いてるんですよこれ。はい、広志君。うちもね、多分この数字っていうのは皆さん方が例えば定着率が8割で2割が死んでいったとしよう、これをね、高く見るか低く見るかっていうのは、そのね、そこに対する考え方の違いが出てくる。だから何パーセントかって僕は聞いてるんだけど、そこにもだから答えが出てない。昨日のビデオを見てると、僕はそういうところはしっかりと数字で検証しましょうよと、そう言ってるんですよ。だから今言うのは31度からっていうようなまた水温なんでしょ。そこはだから7月の最初だったらそこまで上がってなかったはずだと。だから僕はね、保守革新だとかでぶつかるのはいいけど、移植で辺野古移設でぶつかるのはいいけども、行政側が冷静に裁判の結果を見て冷静に対処しないと、これぶつかってたっていいことはないんだから。そこはね、ぜひ分かっていただきたいなと思っています。これはね、今後もそういうことは続いたら、これはなかなか皆さんのところも産後を生かしたいんでしょ。生かしたいんだったらちゃんと話し合いをすれば生きるはずなんだよ。もっと早くやれば引き伸ばしてるようにしか思えない。そういうふうにしか見えないから困ってるんです。次いきます。開発庁に言われて緊急にこれやれって言うくらいやってるんだけど、時間がもったいないなって気がして。じゃあ3番の新型コロナウイルスについて、新型コロナウイルスの現状と今後の収束のめどについて。保健医療部長、大城玲子さん。はい、県内の感染状況は、県民および事業者等の皆様の取り組みにより、ようやく流行のピークを超え、減少傾向となっておりますが、いまだコロナの入院患者数は高い水準にございまして、予断を許さない状況にあるものと認識しております。新型コロナウイルスにつきましては、今後完全に
根絶し、収束させることは困難と考えておりまして、季節性インフルエンザ並みに軽減させることができれば、収束の一つの目安となると考えております。小林宏君。第5波を経験して、何が一番足りなかった？休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、第5波の急激な感染拡大に、一番やはり逼迫したのは医療機関だと思っていまして、病床は805円まで確保していただきましたが、その開けるまでの間の医師、看護師、人材確保が一番非常に厳しかったというふうに考えております。よろしく。この新型コロナウイルスを対処するために、医療機関がこれだけは基本中の基本だと思っているものは何だと思いますか。休憩とします。そばに先生がいるじゃないですか。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、医療において、重症化させない、それから死亡者を出さないということが一番の目標だと思います。よろしく。これはかかってからの話でしょ。昨日一生懸命いっぱい質問考えてるときに、医師会の副会長から電話あって、小林さん、この基本を忘れないでくださいよって言われたのは何かと、クラスターを発生させない、これが一番の医者としての仕事だ、そう言われましたよ。私はこれ事実ですから。あ、そうなんですかって急にそこに書いたんだけども、そのことはね、頭の中に入れて、絶対にクラスターをいかにこうさせないか、広げさせないか。確かに去年の10月はあんまり言いたくはないけど、自民党もみんなかかったよ。だけどクラスターにはなってないんだよ。そこのクラスターはなったけど、うちに持って帰って地域でクラスターになったかってなってないんだよ、誰も。問題は対処法だと思うんだ。そこをね、住宅に返してやってしまったら、これ家庭内感染っていうのは問題になってますから、今度第6波が出てきたときに家庭内感染だけ絶対にさせないっていう気持ちでやらないとクラスターになっていきますよ、間違いなく。で、今、PCR 検査法やコロナの特性などが正しく県民に説明されてますか。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、PCR の検査の状況であるとか、例えば濃厚接触者になった場合の情報等については、県のホームページを通じて、県民の皆様には広く公表しているところでございますし、実際にそういう場面にあられる方については、保健所等を通じてお話をさせていただいているところでございます。小林宏君。何のためにみんなが注目しているテレビがあるんだ。このテレビをうまく使ったらどうね。僕は別に子ども生活福祉部長に質問するつもりはなかったんだけども、これね、私の実体験ですよ。私の娘も保育士をやってるけど、濃厚接触者になって、その日、昨日濃厚、まあ昨日じゃないですよ、実際はその、まあ、濃厚接触にしたら翌日に園長から PCR 検査やれ言われた。これが PCR 検査が出ますか。濃厚接触した翌日に検体が本当に陽性になりますか。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、コロナウイルスの特性としては、感染から発症までの潜伏期間は1日から14日までという幅広く捉えられております。ただ多くの方は5日から6日というふうに言われておりますので、議員おっしゃるような適切な時期というのは非常に
計りがたいものではありますけれども、一般的には行政検査などでは2日目以降に検査されるケースも多くございます。小林君。そういう人が検査して陽性陰性になったらね、私は関係ない、陰性でしたよって言って歩き回るんだよ。普通で考えれば72時間以上ですよ。72時間以上、3日経って、そして5日、その2日後、2回 PCR 検査やって陰性だったらほぼ出ない。これが今まで1年やってきてのね、僕の経験ですよ。だけどね、こういうことがやられてない。PCR 検査やるときに、ね、5分前にお茶を飲んだ。これで出ますか？だからこういう基本的な部分を、あなた方は周知してないんだよ、県民に対して。そこどうするのかが問題なんだ。どう思いますか？保健医療部長、大城玲子さん。はい、議員ご指摘の点は確かにあると思いますので、県としましては検査の際に、例えば、陰性になったとしても濃厚接触であれば14日間行動を制限していただきたいということとか、あと検査に際しましての注意事項というのを、お知らせしているところではございますが、きめ細かく丁寧に対応していきたいと考えております。前広志君。テレビ使ったらいかがですか？休憩とします。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、周知の方法等につきましては、テレビがいいのか、YouTube がいいのか、またホームページで文書がいいのか、その辺も合わせて検討したいと思います。小林君。そうじゃないんだよ、全部やるんだよ。何がいいかじゃない、全部やる、それが基本だ。そうしないと周知徹底できないよ。またクラスターを起こす、6波がまた近くなる。5波の反省はそこなんだよ。それをね、頭の中に入れながらやってください。それとワクチンパスポートを通告してありました。今どうなってますか？休憩いたします。再開いたします。商工労働部長、加賀昇君。はい、お答えいたします。ワクチン接種検査陰性証明の活用につきましては、ワクチン接種の推進を前提としまして、感染防止対策認証制度と合わせて運用することで、経済活動の再開にも結びつくことが期待されておりまして、これは経済団体等からも要望を受けております。県では、武器公団的なプロジェクトチームを設置し、市町村、経済界と合同のワーキンググループで議論を深めながら、これは国が示した基本的な考え方を踏まえ、公平かつ世代間で利用可能な運用のガイドラインなどを検討しており、感染収束時を見据えた導入に向け準備を進めております。前吉君。ここも後手ですね。明日明後日緊急事態が解けるんだよ。本当は間髪入れずに10月1日からワクチンパスポートが使えたなら、もっと感染を抑制することができるはずだ。いつから提案してる、これ。いつ初めて聞いた、県は。休憩とします。再開いたします。商工労働部長、加賀昇君。はい。議員からいろいろ紹介していただいたのはですね、日付ははっきりやと覚えておりませんけど、確か8月の上旬だったのかなというふうに思っております。ただ、このワクチン接種、検査陰性証明に関しましては、民間におきましても、西洋のアプリの開発ですとか、健康管理と連動した簡易表示アプリの活用など、さまざまな提案が我々の方にはあります。当然、その提案にあたってはですね、搭載機能、それから活用場面とか、拡張性、経済性など、それぞれの特徴を持ったツールとなっております。で、我々が考えましたのは、いろんなアプリの提案というものはありますが、どういった場面でどういう使い方をするかという、いわゆる運用のガイドライン、ルールといったものがですね、なかなかないということで、それで、例えば陰性証明書を活用した、こちらの、すみません、ワクチン接種検査陰性証明に関しましては、やはり、業界と
を巻き込んだガイドラインを先に作ることが必要であろうということで、今町内で PT を作っておりますし、それから経済界ですとか市町村を巻き込んだワーキンググループを作ってですね、その中で運用のガイドラインというものを検討しております。林君、頑張ってください。ただ2ヶ月も前になってるものがね、今頃あの頃に検討してたら間髪入れずに10月1日にはスタートできた、副知事のところから行ったってもう1ヶ月余りでしょ、提案されて。あのね、こういうことがただワクチンパスポートと並行してやらなければいけないのは何ですか。休憩でしょう。副知事照江志美君、再開いたします。まずワクチンパスポートにつきましては、先ほど商工労働部長から説明がありましたけれども、私の方に正式に海保沖縄さんからご提案いただいたのは8月の確か26日だったと記憶いたしております。その後速やかに商工労働部に対しまして全庁的なプロジェクトチームを設置して導入を検討するように指示をいたしました。また9月9日に示した沖縄県対処方針にも、経済活動再開時にワクチン接種検査陰性証明を活用するためのプロジェクトとして推進していることを明記いたしております。その後は県庁内プロジェクトチームや経済界及び市町村代表、これは那覇市、沖縄市、それから石垣市が入ってますけれども、とのワーキンググループで鋭意検討中であります。活用に至りましては、公平で幅広い世代で利用可能な方法などをまとめた運用のガイドラインを早急に取りまとめまして、10月上旬には試行運用していきたいというふうに考えております。これからフェーズ2からフェーズ3に移行する時期に入っていきますので、いよいよ戦略的な経済再生の時期に入っていくというふうに考えておりまして、その際にこのワクチンパスポート、ワクチン接種証明、それから検査陰性証明ですか、陰性パッケージというふうに政府を言っておりますけれども、これはその際の有効な切り札になっていくだろうというふうに考えております。林君、長い答弁でしたけれども、ワクチンパスポートと並行してやらないといけないのは PCR 検査ですよ、陰性証明書ですよ、ね、陰性証明書をしょっちゅうこれでできるかというとできないということになると、今度はね、保健医療部ですよ、これをゼロまで下げないといけないんだ、PCR 検査を無償でやるようにならなければいけない、この作業をやってますか、部長は。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長大城玲子さん。はい、すべての、希望する方が検査を無料で受けられるということではございません。県としては、ある程度の負担をいただいた上で、県民安価で受けられる PCR 事業を行っております。それ以外には、行政検査としては無料でございますので、そこはできる限り広く捉えるという意味もありまして、中部に行政検査のセンターを作ったところでございます。またさまざまな事業により、例えば飲食店の従業員に対する無料の PCR 等々についても実施しておりますので、そういうような方策により、より広く検査を広げていきたいと考えております。林君、今保育園で罹患者が増えてるけども、子どもたちが PCR 検査できると思う。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長大城玲子さん。はい、今、学校 PCR の仕組みの中で、学校保育所 PCR ということで、今、チームで9月の下旬から実施しております。お子さんたちにとっては、唾液で検体を採取するのは非常に困難なこともございますが、最近は、スポンジで、唾液を取って、でやる方法であるとか工夫が凝らされておりますので、ご家庭で唾液を採取して、保育所で回収するというような方法で今考えているところです。やっているところです。林君、中部はね、保育所の感染者が多いんですよ。みんな混乱してる、お母さん方は。これね、どっかの病院をその専用でやるだとかっていう形で鼻腔からやるような検査をね、どっか病院でやってくれたらありがたいってみんな言ってるんですよ。どうですか。休憩いたします。
再開いたします。保健医療部長大城玲子さん。はい、議員おっしゃいます通り、やはり医療機関で小児科で、そういうような検査ができることは理想的だと思います。それをやっていただいている診療所もございますが、今の学校 PCR、それから保育所 PCR については、量がやはり一時期に大量でやらないといけないということもありますので、そこは検査機関においてっていう、個人で採取をして検査機関に持ち込むというのが今、より迅速な方法かなということで、実施しているところでございます。小林君。もう時間ありませんから、ただ所見を述べさせていただきますとね、この本当に今地元で我々が何が起こってるかっていうのは、我々は非常に敏感にそこに反応するんです、議員は。ところが皆さんは県庁にしかいない。地元で何が起こってるかが分からない。こういうのは提案でしっかりとその都度その都度対処していくようにしていかなければ、私は沖縄県がね、皆さんが悪いって言ってるわけではない。それは地域に行ってる議員たちがしっかりとそれを皆さんに運ぶわけだから、だからそういうところもちゃんと理解をしていただいて、ちゃんと地元の人たちと接しているところをもっとよく聞いてあげてください。以上です。ありがとうございます。